皆様こんにちは。 KPN の時間です。私、剣持、菅野がお伝えします。本日のニュースは、自民党の河村建夫元官房長官が、あの問題について韓国紙の取材に対応です。ぜひ最後までご覧ください。概要。日韓議員連盟の幹事長を務める自民党の河村建夫元官房長官が17日に韓国紙朝鮮日報の取材に応じました。日韓問題の一つであるあの問題についても見解を示したようですが、取材に対して河村氏は何を語ったのでしょうか。早速見ていきましょう。河村氏の見解。日韓で募った寄付金を元徴用工らに支給する韓国国会のムン・ヒサン議長の法案に関し、成立すれば日本の企業や国民らも出資するとの見方を示しました。河村氏は、両国間の貿易で利益を得ていた企業が多く、そうした企業は出すだろうと語りました。韓国に展開する日本の衣料品店を例示、これらの企業は日韓関係の早期改善を望むだろうとも述べました。ただ河村氏は、韓国最高裁が元徴用工らへの賠償を命じた日本企業による出資は難しいとの認識を示しています。世間の反応。今回の河村氏の見解に対し、出資を検討する必要はありません、日本は1円たりとも払ってはいけませんといったような、河村氏の出資するという見解に対する否定的な意見が多く見られました。また、解決している問題を蒸し返す必要性がそもそもわからない、徴用工問題は65年の請求権協定で解決済みですよ、 100% 韓国の国内問題ですといった、元徴用工問題について再び蒸し返していることに対して批判する声も上がっています。中には、未来に禍根を残しますので慎むべき、出したら日本は国としての尊厳が消えるといった、今回の河村氏の発言が日本の未来に影響するのではないかと危惧する声もありました。ただこれに関しては、韓国紙の記者が誘導している可能性もありますので、河村氏がわざわざ蒸し返したとは一概には言えません。とはいえ、日本の政治家として企業が出すだろうと発言してしまうのは、いささか軽率な気もしますが、元徴用工問題について自身の見解を述べた自民党の河村建夫元官房長官、今回の河村氏の発言が今後の日韓問題に悪影響を及ぼさないといいのですが、まだまだ日韓問題の解決には時間を要しそうですね。いかがでしたか。本日のニュースは、自民党の河村建夫元官房長官があの問題について韓国紙の取材に対応でした。このニュースが面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のニュースでお会いしましょう。